並べられた日本酒の一生瓶一生瓶とは日本で用いられている液体専用のガラス製容器で容量は1 8 0 0トルプラスマイナス1 5トルである。その容量は一生に由来する瓶の起源が日本酒用だったこと、リターナブル瓶であることの2点から商品として充填される液体はほとんどが飲料や調味料などの食用品であり、 食用に適さない製品が重点販売されることは非常に稀である。この容器は日本の溶石計量単位の借款法に基づいた溶石を持つ。色は用途によって様々だが、日本酒など日光などにより変質しやすいものは薬瓶同様の濃い茶色。食用油などでは淡や青のついた透明瓶が一般的に用いられる。通常の規格では口にネジ山は切られておらず。 線を挿入することで封をする、ガラス製であることから密閉性が高く、多彩な飲料や調味料の容器として用いられ、日本国内では様々なところで利用されてきた。規格化されていることから内容物の違いによらず、同じ大きさ、形をしており、ラベルの薄離と調布のみで内容物の変更に対処できる点で汎用性も高い。 こと日本酒では輸送用の容器としてだけではなく、圧巻用のドリンクディスペンサーに、この一升瓶を直接セットして利用するものも見られる。古くから同一規格で普及しているため、デポジット制に相当する再利用、流通体制が確立されており、瓶を販売店に返却すると10円程度の返還金が得られる例が多い。日本では液体商品を満たした場合に正しい量と、 なるよう法令の規格に従って製造された透明、または半透明のガラス製容器を特殊容器といい、リターナブルビンの一小瓶も特殊容器とされている。その規格は JISS2350-2014 容量表示付きガラス製瓶で定められており、通常 JS-52.8 リットル丸小瓶と呼ばれている。これによれば、 高さイコール395プラスマイナス1.9ミ、mm、リメートル、低部直径イコール105.3プラスマイナス2.5ミ、mm、リメートル、上部直径イコール30プラスマイナス0.3ミ、mm、リメートル、最小肉厚1.7ミ、mm、リメートル、容量イコール1800プラスマイナス15ミリリットル、参考質量950グラム使用する商品としては、ウスターソース類、醤油、食図、 製酒もしくは合成製酒、焼酎もしくはみりん、ウイスキー、ブランデーまたは果実酒に用いられる。明治時代にガラス瓶が普及し始めた初期の1886年頃から人手によって瓶を吹く一生入りの瓶が主として日本史向けに製造され始め、1899年には浦部平吉が映画島酒造の工場に併設のガラス工場で一生瓶を生産し、 瓶入りの清酒を業界に先駆けて発売した。その後1900年前後から、奈良、伏見などの大手酒蔵でも、品質保証の検知もあって、瓶詰めの日本酒を販売するようになった。この時期に現代まで見られるような、細口で、背が高く、剣部のなだらかな、定型的な形状が定着した。大正時代には職人による手吹き一生瓶が相当に広まりつつあったが、 1922年には、大阪の徳永ガラス製造所が、専用製造装置による一升瓶の機械武器を実現し、従来とは段違いな大量生産が可能になった。以降、伝統的な木桶や大どっくりにとって変わる形で、食用の液体保存手段を一新し、食品流通のルートに組み込むことで回収、再利用が可能なこともあって、 日本国内独自の規格系ボトルとして広く普及した。太平洋戦争後も、長らく飲料、調味料用の瓶として用いられてきたが、大きくかさばること、容量の大きい割にはやや肉薄で割れやすいこと、各家族化の進行で、家庭用としては課題容量気味な容器となったことなど、この瓶独特の問題もあった。高度経済成長期以降、用途の一部は、 中身の使い切りやすい小型瓶や金属管容器に侵食されるようになり、さらにバブル景気の頃より大型瓶の用途でも次第に軽量で扱いやすいペットボトルなどへの置き換わりも著しく進んだ。しかし循環型社会の推進で再利用に対する理解が生まれると再利用体制の整った規格瓶であることからリターナブル瓶としての地位も見直されるようになってきている。 軽量に関する Q&A。国民生活センター。2020年1月2日閲覧。特殊容器制度についてに、制度の概要特殊容器の要件、JS-52,800ml 一小瓶、33から10ページ、JS-52 の欄へ因ヶ島酒造の歴史、一小瓶酒を世に送り出す。ありがとうございます。